ロングライダー変身トーンアームリオ貧血庶民サイクリスト、今日はビアンキのサイクルジャージ本物と偽物の違いを教えてやる。まず俺様の偽物サイクルジャージ。俺様のはビアンキのロゴの間隔が広く文字が斜めになってね。そしてチェレステのラインの色が微妙に違くて細いぞ。そしてジャージ正面のデザインで一番違いが分かるのがこの正面のロゴだな。この英語、ここのロゴのマークがちょっとでかい。ちょっと比べてみろ。こっちが本物。そして後ろを見てみろ。後ろを見てみると俺様のは、後ろから見ると大して分かんないんだが、これがない。このちょっと近いところにトリコロールのタグがついてる。こっちの本物には、俺様にはついてない。これが偽物と本物の違いだ。そして続いてパンツだな。ショーツ見てみろ。偽物はビアンキを誇張なビアンキだな。自己主張が激しいビアンキだ。そしてこのエンド部分、えらい幅広くてめっちゃダセー。そしてレパルトコルサって書いてある。俺らレパルトコルサすら書いてない。ただ白いだけのダセーショーツだから、貴様らもしビアンキショップ行くときにこんなダセー偽物サイクルジャージ着てくる、ショップのやつに笑われるだけだぞ。ショップのやつに笑われたくなかったら5、6倍する本物のジャージを買うことだな。だから俺様は本物も持ってんぞ、ほらな。これが本物だ。さらばだ。